はい、こんにちは。音の静かなタイヤと高速道路での快適なホイールバランスを作り出すタイヤゴム工業所、鈴木雄翔です。今日は2021年12月19日、日曜日です。今日はお客様からお電話でお問い合わせを受けました。えー、私のスタッドレスタイヤ、えー、についてですね、えー、スタッドレスの不用タイヤの性質についてご質問をいただいたのと、えー、あと、もしですね、えー、ご用意するとなると、 年内間に合いいいまますかというご質問をたただきましたここ数日間、ご来店いただいた方なんかにもですね、やはりそこのところを気にされてい,るいらっしゃいます、えー。年内に25日から27、8日あたりまでになんとかなりますかということでお尋ねをいただいております。えー、できる限りあのご努力をしてですね、間に合うようにさせていきたいと思っています。えー、明日20日、えー、からですね、25、6日あたりまでが、えー 物流もですね、えー、正常にまだ、えー、動く範囲で、そこを過ぎますとね、ちょっと、あの、難しくなってくるので、えー、もし、気にかか、気にかかっていることがありましたらね、えー、明日20日からですね、早いうちに、あの、お尋ねいただお問い合わせをいただきますと、えー、助かります。えー、当店は、あの、LINE をですね、店舗の LINE を用意してますのでね、えー、電話が、あの、これからですね、また、えー、多くなると思うので、えー、できれば、 ちょっと時間に余裕がありましたらね、LINE の方を登録いただいて、そこでちょっとお言葉を投げていただけると、えー、非常に助かります。えー、今日はですね、えー、冬用タイヤの、えー、最近お問い合わせが増えてきた内容ですね、えー、特に年末までに間に合いますかというところをね聞かれていますということで、えー、皆さんに、えー、ご報告をしたいと思います。えー 今日も最後までお話聞いていただいてありがとうございます。